801のファイナルブラシと PP801 のファイナルコンボ、この2つを使って、でフロントにすごく可愛いバングがあるんでインパクトが強すぎるんで、一回このフロントのバングを消して左の耳前から持ってきた形で編んで、このフロントのバングを消してバッグをちょっとバッグをタイトにちょっと作ってみようかなという発想です。とにかくあのお客様同様、あのモデルさんもその日のうちに何スタイルかを見ただけで発想でやるので、一応そんな感じのアイデアでまずフロントを消しておきます。でこのフロント消す時にも、見えピンにならないようにして、で一応念のためにこの跳ねくるところもちょっと押さえておきます。こんな感じです。でアバウトにこちらサイドの毛を持ってきます。であまり顔をフェイスをなくしてもモードっぽすぎるしっていうところなんで、少し枠縁をひねって、まあこんな感じで今上をかぶして接続する感じです。少し透かしを入れて最後一番先に止めてあったところに止めます。親指をねじってここでもう一回変形 C のスモールピンでひねり止めで、でピンは中に押し込んで止めます。なるべく見せたくない。フェイスは少しバングのようにかぶってもよしということで、バッグを作ります。まずバッグは触って骨格の跳ねて飛び出しているところと飛び出しているところを結びます。結び方は初回の方の YouTube でやってるゴムをモデルさんに向けといて戻していく、あとは骨格に応じて必ず2回切ります。ワックスをつけた時はあのコームでいきなり引っ張ると痛い時もあるんで獣毛ブラシで、フリクションでつないで3回ぐらい押してプッシュ、ハーフムーンにとってフリクションでつないで3回ぐらい押して、で若干レンガに軽く積んで、で少量の、まあ、中に入って外に出ないんで今回は黒で別に構わないんですが、スプレーかけます。これをちょっとまっすぐにしといてとかって折ります。折ってその折ったものを真ん中に留めます。右左は入りません。でそれをピニングします。でこれでバッグを上げます。でその上げるときは折り返しでこう上げます。逆側にこちらにどん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 回してきてここまで来ました。で今残ってるのが右サイドだけです。でその状況からこれを、接続していきます。もう髪の毛の長さが足りなくなったら必ずねじって入れ込むということで、こちらに巻きつけてねじり込みます。巻きつけてねじり込みます。
でねじり込んだのをもう一個真ん中でねじり込んで、もう一回真ん中でねじり込んで接続するためのブレードのわけだから、あのものすごく崩しちゃってもまた困るんですけど、で最後に少しいい加減ぐちゃぐちゃ毛を立てて、で一番最初のピニングのところにスモールで一本止める、こう直角に刺します。そして元結いのとこだけをフロントのバングをなくした分、トップが高くないと顔が大きく見えてしまいますので、これは801でバックコームではなく、このフリクションを使って毛が絡むようにだけします。そしてながらそれをちょっと崩して、リングします。ここから崩しながら中を通すピニングします。もう一つ崩しながらまたピニングします。また一つ回しながらピニングします。ピニングします。バックコームも隙毛もなくピニングだけで上の接続は刺して、テイストのナチュラル感で、でただバックだけはややタイトにしてます。こんな感じで、あの非常にちょっとゴージャスでセクシーなドレスの感じの頭にしてみました。ちょっとこれにアクセつけて、最後洋服を見せます。Thank you.